エリブロード・エリブロードは、アメリカ合衆国の実業家、美術品収集家、フィランソロピースト、住宅建設会社キロバイトホーム及び年金会社さんアメリカの創業者、ニューヨーク生まれ、デトロイト育ち。1933年に、アメリカ合衆国ニューヨークのブロンクスに生まれ、6歳の時に、ミシガン州デトロイトへ引っ越している。1954年に、 デトロイト州立大学を卒業。20歳11ヶ月という当時の全米市場最速記録で公認会計士の資格を取得。3年後の1957年に住宅建設会社のカウフマンブロードを創業。住宅建設会社としては米国市場初めてニューヨーク証券取引所へ上場している。2021年4月30日。 カリフォルニア州ロサンゼルスのシーダーズ災ナ医療センターにて死去。87歳ボーツ。ザ・ブロード・ブロードは世界有数の美術品コレクターとして知られ、ブロード美術財団を立ち上げ、これまでに数々の美術支援を行ってきた。毎年数百点の美術品を購入し、450以上の世界中の美術館や大学へ美術品を寄贈してきた。 2010年8月23日、同財団は、ロサンゼルスのウォルトディズニーコンサートホール近くに、1億ドルを投じて、美術館を設立すると発表した。自らの名を冠し、ザ・ブロードと命名された、美術館は2015年9月20日にオープン。ディラース・スコフィディオ・レンフロ設計による特徴的な外観に、アンディブ・ウォーホル、ジャン・ミシェル・バスキア、 草間弥生など、約2000点もの現代美術を取り揃えた、同美術館は、初年度の来客数が82万人に達する美術館としては、異例の公表を得た。母校のミシガン州立大学へ寄付を行い、エリブロードカレッジ・オブ・ビジネスを設立。MIT 及びハーバード大学へ寄付を行い、ブロード研究所を設立。その他、カリフォルニア大学ロサンゼルス校など、 全米の大学に数えきれないほど莫大な寄付を行い、その寄付合計額は1000億円を超える。ホーブス氏によると2010年の時点で総資産額が57億ドル。ありがとうございます。